はい、では袋駅長です。で今回はね、横浜駅西口近くのミラクルランドたぬき工事に伺いましたよ。でね、昭和20年代後半西口の区画整理が行われ、現在の場所にあったね、ドブ川を埋め立てた際に駅前で屋台をしていた、後から映像に出てくる舞鎮さんがここに移転してきたそうですよ。で舞鎮さんの初代がね、北海道出身で札幌たぬき工事商店街の名前を拝借したそうです。でこの他にもね、おでんの花屋さんとかね、のんき屋さん、新寿司さんなど当初からの老舗だそうです。でこの辺りでね、最高さんは花屋さんだそうで、昭和22年にはね、横浜西口でお店を開いていたそうですよ。でこの当時の西口はね、神中線という無人駅で砂利などの置き場だったそうです。ちなみに現在のね、相鉄線の前身である神中線はね、資材運搬線だったそうで、今ではね考えられませんね。当時横浜駅の表玄関はね、なんと東口だったそうですよ。ここ舞鎮さんは豚のを入れるだけあって、豚のさまざまな部位を食べさせてくれるお店ですよ。で中華街で出てくるようなね、中華風の味付けや酢味噌とは違い、ここ独自の醤油をベースにした秘伝のタレを使ったもので、日本人の舌に合ったマイルドなものだそうですよ。いいっすね。舞鎮さんはこちらの方が1号店だそうです。お邪魔します。ごめんなさいね。今回注文した串カツ A コースはね、串8本とね、お通し、スティックサラダ、お新香などです。ここのご主人はね、落ち着いていて人の話をよく聞いてくれる穏やかな人ですよ。一人でしかも一元さんを心よく受け入れてくれる感じがいいですね。
くんじゃない、フロント、ザ・フロント横浜、それをそういうの撮ってるんですけど、街写真をそれ撮ってそうですねでね、花屋さんのおでんはね、醤油を使わない昆布と鰹節のみの出汁を使っている京風のまろやかでコクのあるお味だそうですよ。しかしここ最高ですよね。酒好き昭和世代のテーマパークに思えてきたのは自分だけかなもちろん若い人もね。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録、高評価、コメントなどもぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。Bye.